東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか自慢の犬種はどこへ豊田依存も顕著に ユン・ン・ジョンファン監督が去った後のトスは制裁を欠いている失点数は1作期の33から作期は54に急増ゴールキーパー林明宏が負傷を抱えて離脱を強いられたことも成績に影響しただろう前線では豊田洋平が4年連続の15得点という偉業を成し遂げた一方負傷で離脱した後半戦はチーム全体が得点力不足にあえいだ それだけエースへの依存度が高かったことを示している。シーズン終了後には、水沼幸太や藤田直之といったチームの心臓部が移籍を決断し、監督も変わった。新たな体制で臨む2016年は新規一転、かつての強さとクラブのアイデンティティを取り戻す戦いに挑む。ホーム戦わずか4勝。大量失点頻発など、安定感各。豊田の離脱だけでなく、昨季は守備面の不安定さが目立った。 3失点以上して敗れた試合は7度あり、6失点や7失点といったにわかに信じがたい数字も叩き出した。本来得意とするはずのホームゲームも、年間を通じて4度しか勝てず、観客からはため息が漏れる。一作期は、AFC チャンピオンズリーグ出場権獲得の一歩手前まで迫り、今年こそという思いのもと臨んだシーズンだったが、失望ばかりが残ってしまった。ここ数年、チームの柱となる選手に入れ替わりはなく、豊田、藤田、 水沼キム・ミンム、菊池直哉といった主力も健在だったそれぞれ負傷などのアクシデントがあったとはいえ、あれほど安定感を欠いてしまえば、マネジメントに問題があるのではないかと考えてしまうまた、今期に向けて、ブンデスリーまで豊富な実績を誇るフェリックス・マガト氏の招へを狙い、交渉は順調に思われただが、合意間近で破談になり、迷走するクラブの方針が明らかになった。 ユンジョンジファン監督が退任してから、徐々に下降線をたどっており、2015年をそこにして再浮上を狙いたい。フィッカデンティ将兵で、遅れを取り戻す。選手補強は、藤田と水沼の対談によって、クラブのビジョンがぶれていると判断され、マナと監督の将兵には失敗した。それでも、FC 東京の監督を退いていたマッシもフィッカデンティ氏を新式官とし、遅れを取り戻した感がある。 選手補強は決して万全ではない。楠上か淳平や藤田正人など、確実に計算できる戦力がいる一方で、小粒感は否めず、抜けていった選手の穴を埋められているわけではない。とりわけ、ボランチの層は薄く、J のトップクラスと張り合えるメンバーではない。フォワードは、実績に乏しい富山高光を獲得したのみで、今期も、豊田の得点力に頼るしかなさそうだ。4年連続で15得点を上げているとはいえ、 ベテラン1人にシーズンを通してフル稼働を望むのは難しい。フィッカデンティ監督が FC 東京で取り組んできた強固な守備組織構築はトスにとっても喫緊の課題でありクラブを再浮上させるための重要な要素ビジョンに合った理想の指揮官とともにかつての剣士を取り戻せれば道を切り開けるはずだ。補強面と総合力それぞれの診断結果。補強診断 c ナス。 確実に計算できる戦力を獲得。小粒感は否めないが、確実に計算できる戦力を獲得した。イタリア人指揮官の将兵もプラスに働くはず。総合力診断、D ・フィッカデンティ監督の下で団結できれば、上位陣を苦しめる存在に。豊田の出来が、チームの成績に直結するのは間違いない。守備陣は、硬さを取り戻して、攻撃陣は、エースのゴールをお立てする。 チームとしし、ての明確確なスタイルを確立しフィッカデンティ監督の下で団結できれば上位陣を苦しめる存在になれる可能性を秘めている。